あなたのおかげで猫の魔物に邪魔されることもなくここまで来れました。さて、この辺りには何か異常な様子は見当たらないでしょうか。遺跡そのものには異常はなさそうに見えますね。やはり波紋の音叉に何かがあったと見るのが正しいようです。説明しましょう。この遺跡の奥には波紋の音叉と呼ばれる大切なものが収められているのです。ベリナードの女王ディオーレ様が歌う恵みの歌のことはご存知ですか。女王様の恵みの歌によって水は清められ、この海のすべての生きとし生けるものに守りの加護が与えられるのです。そして波紋の音叉はその恵みの歌を諸島全体へと伝えるという重大な役目を果たしているのですよ。恵みの歌の恩恵がなくなればウェナ諸島に何が起こるか。こうしてはいられません。すぐに奥へと向かいましょう。ひどい目に遭いました。やっと波紋の音叉のところまで来ることができましたね。波紋の音叉の見た目は特に異常ないようですが。むむ、これはいけません。大変だ、音叉の機能が完全に止まってしまった。故障の原因は分かりました。説明しましょう。音による振動波を増幅させる部品の結晶ガが劣化してしまったようです。こんなこともあろうかといくつかは結晶ガを持ってきていますが、一本だけ足りないようですね。でもご安心ください、結晶ガは幸いにもこの遺跡の中で得られるものなのです。というわけで、すみませんがちょっと戻って結晶ガを一本手に入れましょう。結晶ガはこの遺跡に出現するデスマエストロを倒すとよく落としますから。
ふう。おお、さすが。これがあればすぐにでも音叉を修理できます。さあ早く波紋の音叉のところまで戻りましょう。あなたのおかげで無事結晶画を手に入れることができました。私は早速修理に取り掛かります。修理の間お暇でしょうから、この遺跡のあらましでも説明しましょう。この遺跡は17代前のベリナード国王ラーディスが作ったと言われており、神殿としての役割を持っていたようです。ラーディス王は王位を妻に譲り、その一生をこの神殿の建造に捧げたと伝えられていましてね。波紋の音叉を守るためあえてこのようなところに神殿を作ったということなのですが、何か他の大きな目的があったのではないかと私は推測しています。ラーディス王を最後にベリナードの王は女性が務めるようになったのですが、それとも何か関係があるのかもしれません。これでよし。お待たせしました。修理は無事に終わりましたよ。おお、ギリギリで間に合いました。女王ディオーレ様が恵みの歌を歌い始めたようですよ。ほら見てください、恵みの歌の力で周りの海水に聖なる守りが与えられていきます。これでウェナ諸島の海は荒れることもなく、海の幸にも恵まれるのです。修理がうまくいって私もやっと肩の荷が下りましたよ。これも全てあなたのおかげです。本当にありがとうございました。あなたがいてくれて本当に助かりました。私は別の調査が待っているので急いでベリナード城へ帰らねばなりません。お礼は町長さんに預けておきました。ではこれにて失礼します。では君に礼を渡そう。私からの分も上乗せしておいたぞ。不満そうな顔だな。それでは足りないというのか。そうか、君はキーエンブレムが欲しかったのか。だがいくら町長である私の頼みとはいえ、人の手助けをした程度でキーエンブレムを与えることはできん。町一つを丸ごと救うくらいの大仕事をやってくれたのなら考えてもいいのだがね。さてでは。何事だ。
変だ町長、町の中に猫がいやがったんだ。ソーミャだ、あいつが猫。何？ソーミャと猫に何の関係があるというのだ。とにかくソーミャの家へ来てくれ。ほっとくとソーミャも危険かもしれねえ。わかった、君もソーミャの家まで来てくれ。何事だ。おいバーセル、まさかソーミャが猫の魔物に襲われたんじゃないだろうな。違うんだ町長、とにかくこれを見てくれ。これは猫の魔物の赤ん坊なのか。これは何だ、お前が連れてきたというのか。うちの息子は猫の魔物に怪我をさせられたんだぞ。それを町の中に連れ込むなんて許せねえ。このところ町の周りにやたら猫の魔物がうろついているのはこれが原因だったんじゃないんですか。きっとそうだよ、このまま放っておけないよ。どうした町長、このチビ猫を何とかしてくれよ。そうだな、何とかせねばなるまいな。ダメ、町長さん、しっかりしてくださいよ。でもさ、どうするんだい。この子猫に手を出したりしたら猫の魔物たちが何するかわからないよ。そんなのは俺の知ったことじゃない。町長が煮るなり焼くなり好きにすれば。やれやれ、見ちゃいらんねえな。なんだね君は。ただの通りすがりさ。あんたらができねえってんなら俺が代わりにこいつを海に放り込んできてやるよ。返して、その子は私の家族なの。はあ、家族だ。バカ言ってんじゃねえよ。おい待て、本気なのか。当たり前だろう。まずは私の家で話をしよう。それからでも遅くはない。ヒューザ君と言ったな。その子猫を海に捨てるというのは考え直してもらえんか。あのガキに返せとでも言うのか。いや、そうではない。確かにソーミャは家族がおらず、あの子の気持ちはわからないでもないが、
猫の魔物があたりをうろついていたのはその子猫のせいかもしれんのだ。町に置いておくわけにはいかない。しかしそいつを海に捨てたことが奴らに知られでもしたらどんな報復を受けるかわからんのだ。お、君も来てくれたのか。お、なんだお前か。お前もこの町に来てたのかよ。思ったよりも早い再会だったな。二人は知り合いなのかね。俺とこいつはシェルナーの座を争った仲だぜ。おお、そうだったのか。ならば改めて挨拶しておこう。私はキールの父親のボーレンだ。そんなの知ってるって。キールから聞いたからな。そうか。それよりもちょいと俺に付き合わねえか。こいつを親元に返してやろうと思ってな。俺一人で探すのもめんどくせえ。お前も手伝ってくれねえか。海に捨てるのではなかったのか。それじゃあこの町がヤバくなるんだろ。そっちの面倒まで見るのはごめんだぜ。すまん、恩に着る。ならば猫島という島に向かうといい。そこではこの地方の猫の魔物たちが集団で暮らしているらしいのだ。島の奥には巨猫の巣と呼ばれる特別な場所があるとも聞いている。そこに行けば手がかりが得られるかもしれん。ふん、当てがないよりはマシだな。そこへ行ってみるとするか。これは正式に私からの依頼としよう。確か君はキーエンブレムが欲しいということだったな。これは町を救うという大きな仕事だ。うまくやってくれたら君たちにキーエンブレムを与えようではないか。話は決まったな。付き合ってもらうぜ。ダメ、その子は私が育てるの。このガキ立ち聞きしてやがったな。私がその子のお母さんなの。だから私に返して。ガキに付き合ってる暇はねえ。行こうぜ。おいおい、どうしても行くんなら私も連れて行って。ああ、うっぜえ。わかったよ、連れてってやるよ。ほっといてこっそり後からついてこられたりしちゃかなわねえ。ほら行くぞ。絶対に俺から離れるなよ。それじゃ巨猫の巣とやらに出かけるとするか。行くぞ。